ポケモンたちの鳴き声がこだまするここポケモンスタジアム、その鳴き声が勝利の雄たけびとなるか。第5回戦です。この攻撃、おっとこれは外れ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで回避率はアップです。ここで一発ダメージは大きいぞ。あーっとあっけなく倒れてしまった。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで無王の登場だ。これは先ほどのポケモンの屈辱を晴らすような活躍を見せてくれるか。さあ熱戦が続いております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでスターミーの登場だ。おっと威張っているぞ。おっと当たりません。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。鋭い攻撃、これは。なんと混乱した代わりに強くなりました。おっと持っていた道具で状態異常を回復です。さあ熱いバトルが展開されております。ここで波乗りだ。ヒット、いい感じです。おっとダウンだ。さあポケモンは残り1匹。ここでラッタの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。白熱したバトルが続いております。強い攻撃、よしヒット。これはどうだ。当たった。まずまずのダメージ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでサイコキネシス、いい当たり。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。
トーナメントに参加したトレーナーたちも次々と敗退し、残るはたったの8名です。バトルの姿勢に移って、おっと毒毒攻撃だ。おっと毒で少しずつ弱らせる。おっと怪しい光だ。あーっと混乱した。両者とも大健闘です。あーっと自分で自分を攻撃した。黒い眼差しだ。あーっとポケモンの交換ができなくなりました。さあ両者とも体力は互角、まだまだ余裕です。ここでポケモンを交代します。ここでラプラスの登場だ。ここで混乱が解けたようです。おーっと空高く飛び上がった。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。さあこの場面で歩く一発。あーっと滅びの歌だ。これでどちらのポケモンも3ターン後には滅んでしまいます。壁のぶつけ体力を回復しました。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。ここでポケモンをチェンジだ。ここでケンタロスの登場だ。さあ今度はヒット、いい感じです。この攻撃、これでどちらのポケモンも3ターン後には滅んでしまいます。なーっとこれは逃げられない。ここで滅びのカウントが1になりました。さあ熱戦が続いております。これはどうだ。よしヒット。さあこれはアリスト。攻撃はまだ続いているぞ。滅びのカウントがゼロになってしまいました。あーっと崩れ落ちた。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。再び登場しました、このポケモン。おーっと毒を食らっていますが大丈夫でしょうか。白熱したバトルが続いております。激闘が繰り広げられております。ここポケモンスタジアム、ここでポケモンを交代します。鳴き声とともにポケモン登場。ポケモンの入れ替えによって滅びの歌の効果がなくなりました。さあこの場面で、あーっとこれでもう逃げることはできません。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。飛び上がった。あーっとね、おーっと攻撃が外れた。
両者とも大健闘です。さあ今度は軽く一発、この攻撃、あーっと混乱した。おっと黄金の身に体力回復です。さあ熱いバトルが展開されております。なーっと混乱している。これはどうだ、軽い一撃、熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで混乱が解けたようです。おっと空高く飛び上がった。さあこれは、おっとこれは外れ、これは痛い追加ダメージ。さあ激しいバトルです。ここで上空からのアタック、よしヒット、さあノックアウト。さあ立てるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでウーズラの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあ熱戦が続いております。さあこの場面で、おっと当たりません。さあここで、あーっとこれでもう逃げることはできません。白熱したバトルが続いております。さあ今度は相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。この攻撃、おっと攻撃が外れた。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと空高く飛び上がった。これはどうだ、あっとまた外れた。さあ熱いバトルが展開されております。ここで守りの体勢に入りました。いった、おっとこれは外れ、両者とも大健闘です。おっと空中攻撃が続きます。さあこれは、おっと当たりません。さあ激しいバトルです。ここで守りの体勢に入りました。これは痛い追加ダメージ、これで決まるか。おっと攻撃が外れた。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっとまた空中へ飛び上がった。さあこの場面で、おっとこれは外れ、なんとこの辛い場面で追加ダメージ、これで勝者決定です。